はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関することを毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、もうお分かりですね。行きましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して、全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかそのお時間少しでも皆さん方のお役に立てて、タップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、続いてそのステップの解説、はい、こちらのステップの解説はもうステップの順番のみの解説となっております。それから少し一緒に練習して曲に合わせて踊っていきたいと思います。それからまとめのコーナーを挟んでおまけのコーナーへと続いていきます。はい、こちらのおまけのコーナーはですね、今日なんかちょっとうまくいかなかったぞって方に向けてのですね、なんかヒントとなる動画となっております。ワンポイントコツをご紹介しております。ですのでね、今日ちょっとなんかうまくいかなかったぞって方はこちらの方まで見ていただくと、少しはうまくいくようになるんじゃないかなと思っております。またもうステップの解説のみでうまくできちゃったよって方はですね、曲で踊ったところでこの動画のご視聴をやめていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということで本日のテーマはリズムに乗って楽しもうです。なんそれっていう、今回はねそういうツッコミはないような気もするんですけども、どっちかというとそれいつもやんっていうツッコミが来そうなので、こんな感じになってますけども、今日はですね、ズンタウッタウッタッタズンタウッタウッタッタっていう、そのベースにあるリズムを使ってちょっとリズムコンビネーションを作っております。ですので今日はウンタウッタウッタッタズンタウッタッタッタっていう、このリズムを楽しみながらチャレンジしてもらえたら嬉しいかなと思います。ということで本日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。それでは本日のステップいってみたいと思います。5、6、7、それではステップの解説いきたいと思います。私左足のヒールから始めさせてもらいます。今日はね、ズンタウッタウンタウッタズンタズッタという人でリズムをしっかりとっていきたいと思います。はい、では最初やることを、左足のヒール、ドン、タ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 。はい、すいません、いきなりリズム込みでやってますけど、ヒール、タッチ、ヒール、ステップ、ヒール、タッチ、ヒール、ステップ。次、ヒール、バックブラッシュ、ヒール、と。来ました。ヒールタッチ、ヒールステップ、ヒールタッチ、ヒールステップ、ヒールバックブラッシュ、ヒールトー。そしたら右足、まあトーになりますね。したら右足からステップ、ヒールステップ、ヒールスタートとなります。では一回リズム込みでやってみましょうね。5、6、7、うったうった、うったうった、うったうった、たかたかトーンとなります。いきます?はい。6、7、うったうった、うったうった、うったうった、たかたかトン。そしたら今左足上がってますね。そっから、ステップ、シャッフル、ヒール、ステップ、バックブラッシュ、ステップ、ステップ、シャッフル、プルバック、ステップ。リズムはずっとイーブンです。たた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 たです。いきますね。たた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 たドンタウッタドンパ、ドンタウッタズンパとなります。後半部分を一回ちょっと続けるとどうなるかやってみましょう。せーの、タララ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 。はい、ドンタウッタドンパ、いきますね。せーの、タララ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 ラ。
はい、ドン、タウ、タウ、タ。こうなります。ぶつ切りになったので分かりづらくなったかなと思います。頭から続けてやってみましょう。リズム込みですね。ファイブ、シックス、セイ。の、どん、たどった、ずん、たずった、ずん、たずった、たかたかた、たか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 た、どん、たずった、う、ば、となります。覚えてしまえば大丈夫なんじゃないかと思いますけども、やっぱ最初ね、ずん、たうった、う、たうった、う、たうった、う、たうったっていう、このリズムをしっかり感じながら、やっていけば大丈夫かなと思います。それでは、ゆっくり練習いってみましょう。はい。Six, せーの。どんたうた、うたうた、うたうた、たかたかた。たか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 た。ずんたうた、ずんば。ずん、はい。Six, せーの。ずんたうた、うたうた、うたうた、たかたかた、たか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 た、ずんたうた、うた。はい。シックス、せーの。うたうた、ずたうた、うたうた、たかたかた、たか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 た、ずんたずた、ずんば。はい。シックス、せーの。うたうた、うたうた、うた。たかたかた、たかたかた、たか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 た、うたうた、うた。となります。それでは、早く練習いってみましょう。はい。シックス、せーの。はい。シックス、せーの。Six, せーの。はい。Six, せーの。となります。それでは、頑張って曲で行ってみましょう。はい。じゃあ行ってみたいと思います。はい。Six, せーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ずんたうったうったったっていうこのリズムに乗って楽しんでいただけましたでしょうか。今回はですね、なんか細かいどうのこうのっていうよりもこのリズムに乗って楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。ただね、ずんたうったうったったを構成するステップがねややこしいというか、ちょっと体重かけるのかかけないのかっていうところで戸惑われた方いると思うんですけども、でもね、このリズムに乗ってそこを理解していくと逆にちょっとノリがいい感じのステップにもなってきますので、ぜひ何度もチャレンジして楽しんでいただければと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ、ラクタップエンタメに参加ということで、チャンネル登録、評価ボタンの方、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。Let's meet next movie. バイバーイ。それでは、おまけのコーナーまた見ていただいて、誠にありがとうございます。それでは、本日のワンポイントコツいきたいと思います。まあ、今回ですね、とにかくリズムに乗るってことですね。うたうたずんたう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 たずんたずたずんたずたずんたずたずんというこのリズムをねしっかり体に感じるっていうところがまず一つになります。で、この難しいのがね、最初はタッチ、次はステップ、体重を乗せるか乗せないかっていうところがすごく重要になってきますので、この感じね、特に3回目はタッチというよりかはバックブラッシュになってきますので、そこの違いをしっかりね、ズンタズッタ、ズンタッチ、ズンバックブラッシュ。ここのところをちょっと意識するっていうことになります。そして次のですね、もう一つは早いところですね。タタ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 タのところなんですけども、ここなんかちょっと
やっていくとですね、分かりづらいと思うんですけども、しっかりね、体重移動することが重要になってきます。左、右、左、右、左。ここの体重移動を明確にすれば、あとは、プルバックが入ってきますので、体重移動するってところを、意識して、しっかり踏んでいくっていうところを、やっていけば大丈夫なんじゃないかなと思います。ですので、しっかりリズムをズンタウッタ、ウッ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 タウッタ、みたいな感じでリズムをしっかり感じるっていうことと、後半は、体重移動、しっかり踏む、踏む、踏む。そうですね。特に軸足の左足を意識すると、より踏みやすくなるんじゃないかと思います。タ、タ、タ、みたいな感じで、その部分を意識していけば、少しはやりやすくなるんじゃないかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。